君のスリッパ。君のスリッパ。ちょっとこれは。
トイレの話しかし王さんやってるじゃん。だから船を通してやっちゃうとそろそろペットを用意しましょう。ちょっと超難喝嘞。美味しくね。你已经宕机两分钟了。这边没冰块。你喝一口，你喝一口，就是冰的，就是冰的。小麦的。冰岛的。我喝一口。小麦真的很难吃。小麦的。哎，おめでとうございます。おめでとう。飲んで。よし。楽しかったですね。12月31日から1月1日の間に、台湾でも新年を祝うイベントがあったんですけど、花火なんですけど101の今そこから帰ってます。いやーすごいな。今地下鉄に乗ってるところで、南京風神っていう駅ですね。で101の花火から帰ってきてるんで、すごいもう人が今帰ってる状況で、いやーいいですね。いやーあの知り合いの日本人の方に招待してもらって楽しかったです。でこれからはあの地下鉄で動物園って駅まで帰ります。であの動物園に帰るんですけど、地下鉄が24時間動いてるのがこの日だけ。日本じゃない、台湾で1年の1回、この新年の時だけなんですよ。で普通だったらもうこの時間はタクシーで帰んない。今見えるかな、1時23分で、あとはここ日本のイベントがいろいろ書いてますね。旅行会社の広告です。台湾ね、日本旅行がすごい流行ってるというか、もうみんな日本に毎年行ってるみたいな感じで、友達もこっち見たらもう分かるんですけど、いや逆に日本ほら桃園から新潟まで、桃園から新潟までの飛行機が出てたりで、こっちはですねアメリカンエアラインだからアメリカに行くやつとか、もう台湾はすごい最近旅行業が盛んであって、それでいろいろとあの友達も新年を利用して、旅行しようみたいな友達が結構多くて、あ、もうエレベーターの乗っちゃおう。台数、どれだろう、3番かな、運行線。いやでも台湾本当に旅行が盛んで、なんか日本人より海外旅行してるなっていう感覚はありますね。でこれから今から動物園の方に行きます。地下鉄意外と1月1日の朝空いてますね。あの101の方はさすがに多いでしょうけど、ここの南京風神って駅はそんな大したことないですね。南京風神はこのぐらいの人数で結構空いてる感じです。台湾の広告ね、やっぱ大きい。お、ニコンだ。ペンタックス。カメラのレンズ違うか。あのメガネのレンズ。ではあの動物園来たので行きます。急げ。動物園線もそんなに混んでなさそうですね。1月1日だけど、ここに行こうか。あっち行こうかな。走って間に合うかな。よし。感じです。台湾の1月1日かな、午前1時35分楽しいです。意外と地下鉄はトンネルなんでいい感じ。今2個あるけど花火が上がってるわ。